はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第103回闘技場3日目になります。昨日はね、負けが出てしまったね。まあフルポイント狙う結果として負けてしまったんで、まあしょうがないですね。ありですね。どうしよう、フェニックスにしようかな。フェニックスが一番厄介じゃないの。ここもまあまあ強そうだけどね。フェニックスいきましょうか。これな、どう処理していくかなんだよね。でメラがな、でも勇者から勇者行って、その後ピサロはあれはこんなとあれでいいんだけど、フェニックスがちょっとな止まんないんだよね。それがちょっと辛いかもしれないね。言うたら、ねえねえになっちゃう。まあしゃあないな、行くか。いやはい、対戦よろしくお願いします。そろそろ神獣あたりも出てきてんじゃないかな。クラブゾンジャックあたり。なぜクラブゾンジャックだか知りませんが、なんとなくクラブゾンジャックじゃない。ここ来て、で進撃さそう。でこれはこうか、こうなっちゃうか。こっちの方剣戦のあれか。魔剣だな、魔剣だな。1番烈進撃、2番魔剣、3番クーって感じだね。3番クーって感じ。どうしよう、そんな飛べんの、そんな飛べんのか。ここか、ここの、こっから魔剣、こっから魔剣の1個上だな。あ、一番どっちだ。あーだね、ピサロッチが先だから、ピサロッチここ行くでしょ。で魔剣で、フェニックスはこっからだね、こっから。あー、フリアとかになるかもしれないな。フリアって生先だっけ、射程13か。あー、こっからフリアされたらめんどくさいな。ねえ、あっちは混乱、こっちは、あーでこれは入ってないからアストロンって感じだと思うんだよね。あー、一旦目はフェニックス行きたいね。ピサロは麻痺で、アリーナはあれで、2ターン目にかけて、勇者に向かっていく感じ。素早さ、いくぞ、415、415、422、422、上回れないな、上回れないね。あの勇者だけ、うちの勇者しか向こうの勇者に上回れないんで、ふぅって感じだな、これ、まずいな。どうしようかな。8番。いやいやダメだな、落としきれないね。行こう。開始やめて、おしまいです。おしまいの、おしまいです。やっぱそっからか。さあどうしようか、どうする。こっからこれ行って、ピサロッチがまた打ち込んで、生き返しになったところを、勇者を打ち込めばいいんじゃないかな。ちょっと待ってよ、イオはいけるんで、そんなところかな。よし、はい、おしまいです。あー落ちるのか。うわ、え、
ちょっと待って、これさ、いやーちょっとそうか、勇者がいけないねこれ。あー困ったな、惜しかったねこれ。ちゃんと見ときゃよかったのかな。ちょっと待って、これアストロン打ってくるよな、入ってない。次打ち勇者が上がってって上がってって、あー失敗したな。フェニックスのがいいのかな。 1,2,3,4 剣戦、ここでこれ打つでしょ、打つでしょ。でしたら向こうの勇者がアストロンじゃなく来る。どうしようかな。あーこれフェニックスに行くわ。フェニックス行って次勇者が上回れるから、ん違う、この人何番ん、だってあれだよね、446、違うそうじゃないんだよ。こうして不屈だけ出しておく、不屈出した状態で、次フェニックスだけ落としておく。でいいんだね、これでいいんだね。いやでもな、真珠の位置さえ間違ってなければよかったかもしれない。まあこれだね。したら向こうの勇者が来る、今んとこ入ってるんですよね。1,2,3,4 天雷が来るか。天雷来て、天雷が来んのか。天雷来んのか。で麻痺ありーなな。あ、わかったわかった。じゃあこれはこれね、これはこれで麻痺でピサロ止める。天雷、これ止めるでしょ。でアリーナは 1,2,3 でグルリンされちゃうか、三河しかけるかね、三河しにかける。はい、三河しろ、三河しろ、三河しろ、20%、よーしよしよしよし。で勇者を落とせれば、落とせれば、落とせないと思ったけどね、落とせないとは思ったけど、まあまあまあやりたいことはやれたんじゃないですかね、ね、いいんじゃないですかね。オーロラッチ落ちない、まだまだ落ちない。落ちない。あ、ゴッドだったらよかったな。ちょっと見なかったな、ちゃんと。あといくつあんのよ、あんた。13。ほとばしでとどめさせてる。必殺。いや、見返しされそうだな。はい、2戦目です。28,000、すごいな、このメンツでうまい具合240抑えてる。うわうわ、行くか。ここ魔王感が出てる。1番目と4番目が似たようなやつだけど、魔王感行こうか。いや、なんでさ、エスターク出たらなんでいきなり出てくるの、みんなエスターク。
いやいや、スタッグ行きたいね。でもね、なかなかミルドラッドだってなかなか出てこないから、ここ行きたいな。うん、多分ここがどこだ、ここ あれ、うん、ここが一番強いのかもしれないけども、ここかね。あ、ドルマだからか。はい、カイカ来てほしいな、エスターク。もう魔王の中ではトップレベルだよね。あ、ハテナハテナ系か、魔王っていうか。トップクラスの人気誇るんだからさ、一番最強じゃなきゃダメよ。マジで。1,2,3 いける。行っちゃうか、これ。もう行っちゃうか、これ。こっからで、1、え、ちょっと待って、これ、届くの？届きそうだね。ここで、1、あ、届かないか。横にずれなきゃダメ。横にずれて、1,2,3 でいいじゃん。ね？で、勇者こっちから行って、イオで、で、こっちメラ。どう？メラとかどうだっけ？これ多分、ああメラね、オッケーね、メラね、あーオッケーね。でこの子はメラは、あーオッケーなんだね。イオ、イオオッケー。イオどう？イオ。あー激減か。あーじゃあこっちがいいか。この流れの方がね。あーイオ大弱点か。あーサラサラして、こうか、こっちの方がいいか。こっちで。どこまで出る？ここになっちゃうのか。ああ、ここになっちゃうのか。ここになって、サラサラして、いいよ。いいよ。あんたにいいよ、ぶちかますのか。まあ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 、いけそうかな。いける？ちょっといける？メラヒャド、メラヒャド。メラヒャド等倍の、だから こうでいいのかな。ねえ、そしたらこっちが左側行けるっしょ。行って、こっちもイオで確実に行けるって感じかな。うん。2人はちょっとお散歩しててもらうか、下2人は。追撃いっとく？追撃。一応。どっちが危ない？危ないの。こっちが危ない？で、この子こっち、こうしとく？はい。出ます。出ます。あーあ、そんなのが、ちょっと、そんなのがあったっけ。あっと、いや、眠らすんだ、あいつ。寝るから、すぐ寝るから、すぐ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、止めろ、80% の神竜のやつは止まんないのに、止まる。ラリホー効くっしょね。オッケー、よかった、散歩させなくて。いいでしょう、はい、散歩。一応あれでも時給発生してるからね。え、ゴッと、オッケー。逆だったね。勇者が左だったね、やっぱね。なぜかエビルが怖くて右に勇者振っちゃった。さあ神獣来い、神獣来い。3番目にいる、2番、2体いる。真珠なあ。ハロウィンベロニカもいいじゃないですか。いないか。どうしようかな。手にしようかな。どうしましょう。特リポな。
いや、手で行こうかな。でも、サンディが逃げるのは分かってんの。これ、マジで。サンディは逃げるから。まあ、いいんじゃないか。手で行こうかな。そしたらサンディ出たら、またほら、サンディ出るでしょ。そういう、あれ、決まりがあるのかな、なんか。抽選のテーブルっていうか。ここも強いね。ここも強いね。ここにしようかな。これは結構実践的に出てくるメンツですもんね。しかも前にがっつりいそうな気がするんで、終了のお知らせが早々に出るかもしれません。後ろ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 。あー、よくある配置、よくある配置よこれ。はい、対戦よろしくお願いします。まず麻痺 OK な子から見て、あーでも意外と後ろに触れるか、こうやって。あーダメだ、誰かあぶれちゃうわ。あーダメだ、ちょっと待って待って麻痺 OK な子、はいはい。この子麻痺 OK なの、これ。麻痺半減ね、 OK。 あーでこれ燃えちゃうのはよろしくないな、燃えちゃうのはよろしくない。こうする、こうするか。これでいいな。これで魔剣を受けよう。これだったら魔剣でしょ。ね。で、ピサロはもう怠慢で行ってもらおう。で、いいよ。で、この子か。この子が来てビビビビーでね。ちょっと待って、1番。1番これか。これどっち狙ってくるかな？こっちだよね、多分ね。いいよ。大弱点か。不屈でさえ生きてくれればいいにしようかな。いやーきついなー、麻痺な、他に麻痺 OK の子いないもんな。ダメだな、こうして1番2番2番ここでね、ここに来てやられる。3番魔剣が来る。4番でうちの番だね。4567全部取れるのか。どうしようかな。でこれがここまで射程があるから、それ気をつけなきゃまずい。言うてもなんで、どうしようかな。こっちはいいよ。いいよ、いいよ、半減。いいよ、大弱点な。他に触れないね。ピサロで受けてもらうしかないわ。で、会心が出たら、終了のお知らせが出ますんで、不屈で、せめて不屈で耐えてほしい。いや、麻痺は確実だもんな。麻痺は確実だもん、言うても。1番3連突き、で腹痛出て追撃やめてねって感じで、2番がここで、あれここか、ここのここね、ここ、ここね、そこそこで3番で4番どうするかな。ただ後ろから打ち込むしかないんで、あとはもう流れしかないな。手前の2人を落としたいぐらいかな、感じが。それしかない。はい、行こう。で止まんない、落とせない。こうやめてね、ほんとやめて。あー次に、あぶねー。それでよし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 。あれ終了のお知らせ、終了のお知らせその前の麻痺の時点で終了のお知らせでしたよ。ちょっと待てよ、麻痺、あ、当倍だっけ。うわーっと、これ腹痛出てないから、じゃあ出るわ、出ていいわ。あ、違うわ、あっち混乱となきゃいないというミッションがまた発生しちゃった。いや違うわ、ダメだ。なんで会心出んの？ 1% じゃないの、会心。いや、ダメだ。これ落ちてないもんね。だから、混乱取るしかない。どっちか。ゲメッチか、シド。なんだよ、麻痺取られるし。これで落ちないよね、二人ね。これファイヤーで落ち、あ、違う違う、危ね。これね、あれだよ、大回復入っちゃうよ。
いや、入っちゃないけど、何これ、何これ、何これ、もう。落ちねえ。うん、これでいいや。これでして、あー、で、回復入っちゃうなぁ。あー、そうだよね。神竜、アストロンで解けないよね。あー、つらい。いや、回復入っちゃうわ。回復入りのだよね。で、いや、勇者なぁ、やられるなぁ。なんだよそれマジで。どうする、どっかないよな、落とせないな。うん、これで夢を落とすしかないな。で、ピサロ混乱、ピサロ混乱でいくねえ。指導混乱よりピサロ混乱、それは取らせてくれるでしょう。麻痺だって取られたんだから、行こう。あーなー、しゃあないな。あ、だったら出てよかったかな。いや、あっちのがまだ、もう、ピサロ動いちゃったら、その時点で負けだから、これはこれ次、眼光で生き残るしかないな。はい。し。ダウ、三河市、あれ大義なんじゃないの。で、これ行くべきは届かねえわ。あっちぶっこんでやろうと思ったけど、あっちでいいかね。あっち行く、止まってよくない。で、オーロラ落とせる。で、混乱。ああ、どうしようか。不死鳥天雷のサラサラで落ちませんか。あー、不屈か。それでもまあいいでしょう。必殺、あー、いや、まずったね。まあいいや、しゃあない。これどうする、これどうする、まずいな。え、まずいくねこれ。ああ、これでいけんのか。ああ、いや、なんで必殺打っちゃった、かっこつけようとしちゃった。大回復、しかも。はい、というわけで3日目終わりました。8勝1敗です。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。